星井駅は福岡県田川市大和田星井にある平成築法鉄道伊田線の駅。駅番号は HC12。田川市内の金属リサイクル業者神田商店がネーミングライツを取得し、2009年4月1日より愛称付きの駅名が神田商店星井駅となっている。相対式ホーム2面2線を有する伏線区間にある地上駅、無人駅である。 かつては、平屋の駅舎と待合室を同じ屋根の下に設けていたが、平成築法鉄道移管後に駅舎と駅舎情報の屋根は解体撤去され、待合室のみ残っている。また、かつて駅舎のあった位置には、築法ボクシングジムが併設されており、将来のプロボクサーを目指す若者たちが日々汗を流している。ジムの向かいには誤解所がある。 1980年代前半までは、有人駅であった。平成筑豊鉄道に移管後もしばらく駅舎が存在したが、出札口や窓が滑っていた打ちされ、壁には落書きが目立つなど荒れた状態であった。筑豊の駅の中ではかなり遅くまで石炭輸送を取り扱っており、昭和40年代後半まで石炭車の入れ替えを行っていた。 このための引っ込み線も存在した。上りと下りのホームは、古戦橋で結ばれている。車椅子は、上りホーム側からは外に出ることが可能である。下りホーム側は、スロープが併設されているものの、ホーム口が低く、車両とホームの間に渡すスロープ板が使用できない、ため、利用は難しい。2019年度の1日平均乗降人員は122人で、ある。 ありがとうございます。